先生さ、うん、生徒の葬式とか出たことあるの？ガンなんだ。教え子はもう長く生きられない。余命半年のかつての教え子。俺また野球やりたいな。俺は分かったつもりで全然分かってなかったんだな。泣くな赤鬼。泣いてるの？赤鬼は人前では泣かないよ。